こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンが始まって、まあね、FBA に納品する商品、まあ、探してるわけなんですけど、ま,あ、まずは、まあ、仕入れの安い、ね、ダイソーで行きましょうということでね、ダイソー商品を出品したり、FBA 納品したりしていますで。ここで当然出てくる疑問がね、ダイソーってのはオーストラリアにもあるのになぜそんなダイソーでね、行けば 2.8ドルで買えるものが15ドルとか20ドルで売れるんですかという質問がありましたのでそれにお答えしますまずオーストラリアのダイソーは品揃えが少ないですまあ日本みたくねえー、毎月500種類の新商品が出てくるとか、まあ、そういう状況ではないですねえー、まあ新商品がほとんど出ないまあ新商品がほとんど出ないのはまあいいとして売れ筋商品の品切れっていうのも結構あります 品ぞれが少ないで2番目、えー、オーストラリアのダイソーは多くの人が利用できるような店舗網になっていません。ね、これ、世界にね、えー、1900店舗、海外のダイソー店舗あるんですけど、オーストラリアね、この広大な大陸にわずか39店舗のみという形になってます。あとでね、店舗網なんかはまた説明しますけど、まあ、 メルボルン、シドニー、ブリスベン、ゴールドコースト、ね、この東寄りの、えー、地域にしか店舗がないと、しかも大都市部、ね、車で行きにくいような人通りの多いところにしかないというのがね、えーまあ、車社会のオーストラリアでわざわざダイソー行くのに、ね、駐車場を探して買いに行くかとそうそう、えー、駐車場の代も高いですから、オーストラリアはね、えー、ちょっと止めて買いに行くんだったら、まあ、正直、まあえー、高くたってネットで買えた方が便利って思うでしょうね、まあ、少なくとも。 私はそう思いますで3番目、オーストラリアには10ドル、20ドルの価格差なんて気にしない人がたくさんいると。まあ、これ、オーストラリアがね、所得が高くて、えー、結構ね、えー、気前のいい人が多いんで、まあ、そういう傾向もあるんですけど、この日本でも、あるいはね、今やすごい競争になっちゃったアメリカでも、f b a が始まってね、1、2年は、 ダイソー商品って、やっぱり20ドル以上で売れる商品ボロボロしたし、10ドル以上で売れるなんて当たり前っていう状況だったんですね。だからね、えー、まあ、高くても買いに行くのめんどくさいから買うとかね、いう人はいくらでもいるんで、まあ出してみれば、まあそれはおのずとわかります。まあ、ダイソーね、多くの店舗がありますけど、まあ世界中、ね、えー、たくさんある店舗の中のオーストラリアはわずか一部と。 進出してるっていうよりも進出し始めたってぐらいなんでねまあ今後これを増やしていくのかまあオーストラリア特有のね店舗も人件費も高いというのにねえダイソーの商品だと割が合わなくてえダイソーの店舗がえ増えていかないか撤退するのか分かりませんけどまあいずれにしても現時点ではねえダイソーがあるから高くが売れないというような店舗もじゃないですまあシドニーもこのポツポツとしかないですねブリスベンも まあ、ポツ,ポツ、ね、本当、数点しかないですね。で、えー、特色、際立った特色としては、例えばこれ、ゴールドコースト、ね、これ、ほか、ブリスベンとメルボルンも書いてありますけど、えー、営業時間がね、10時から4時、ねえー、日本と比べると短いんですね。な、ま、ぜ、あ、かといったさっき言ったように、人件費が高いと。でね、えー、夜間も高い、ね。長く働かせることは法律違反でできないと。 もう日本みたくね、えー、本当に、えー、ただ同然で働く人がたくさん見つかるっていう市場じゃないんで、まあ、正直オーストラリアではこの実店舗で安いものを売るっていうビジネスモデルはね、えー、どうなんだろうという気はします。まあ、それは2.8ドルで売れてるのは儲かってるように見えるんですけど、まあ、何しろ、えー、歳日の人件費とかね、えー、時給5000円とか言ってますからね、そんだけ払って割に合うのかなという気がします。ね、そんなわけで。 ダイソーはまだごく一部しかないです、えー、まあね、以前日本でもアメリカでもできたことがオーストラリアだとできないというのはね、逆に考えにくいんで、まあ当然10ドル、20ドルでダイソー商品ボコボコ売れるだろうというふうに、ね、予想してますし、まあ、その予想の結果は間もなく出ると思いますので、まずはね、えー、何十点かダイソー商品を買って納品してみましょう。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。